タイトからの新宿的な。でもない。新宿的なやつは朝取り神社のあれで。あ、出たー。本日のメインイベント。これいいっすね。でかいな。あ、これもね、ヤフオク。仕入れはね、ヤフオク結構いいです。メルカリはね、もう諦めました。メルカリの仕入れはやらない。なんで？いろいろ、ギリギリで買えんかったケースがね、今までたくさんあってね、それが悔しくてね、もう何やったら最初から見ない方がいい。あ、なるほど。おお、いい箱。また箱書きがいい。めっちゃいいやん。何て書いてある？これの本に違う。いやー、これどうやろ。これなんかちょっと変わった切り箱やね。箱でね、大体どこ何焼きか分かるんですよ。で、大体箱で物の良し悪し分かる。中見なくても。ちょっとね、超常現象知ってる方にね、のうち行った時にね、僕がこうやって、あ、これは誰誰、これ誰誰って中身見ないで中身の情報を口で言うもんで、もう千里眼かっていうような。忘れちゃった。まあいいや。あの貞子の術、あのモデルの人、貞子の先生のモデルの人、高山の。あっとね、横来、違う、何やった、福来、福来先生のもとで学んでた若い人、その人がね、あなたは何者やっていうレベルでね、僕の目をじーっとまあ大体近代現代扱ってるっていうか、好きな人はコレクターの方も含めて箱で、まあ分かるね。箱屋さんっていうのは全国あちこち、もうそんなね、釜の産地以外でも木箱屋さんっていうのはいっぱいあった。今は紙が主流やけど、漆器ってね、紙の器。そうよね。で、その延長が段ボール屋さんやね。漆器っていうのは主に化粧箱で、厚紙で構造を作って、その上に化粧の紙を貼るっていう、これが紙箱屋さん。で、その前はもうそんな紙なんてね、まだ貴重な時代やで、戦後ぐらい。紙箱っていつ頃からあったんやろうね。まあ戦前はあった、あったことはあった。あのね、岐阜の金華山焼きなんか紙箱結構ある、逆に珍しい。名の話や。だから木箱屋さんってのは僕の母親の実家のすぐそばにもあったし、つい最近まで。かといって僕らが独立して焼き物をやり始めた頃はまだ岐阜羽島に、岐阜市とお隣の羽島市に箱屋さんがあって、ちょこちょこっと注文したことはあったけど、まあ今もういつ頃からやろ、20年ぐらい前からもうなくなっちゃいました。で、今多分ね、人間国宝どの方もだいたい8割以上は一つの箱屋さんに注文してると思う。うちやったらもうずっとそこばっかりやったけど、三萩港で